今回は日本松の戦いと多くの奥羽諸藩が列藩同盟を裏切り同盟崩壊につながっていった経緯を中心に解説したいと思います。奥羽列藩同盟には周りの藩からの攻撃を恐れて仕方なく奥羽列藩同盟に加盟していた藩が数多くありました。陸奥国立郡にあった下手戸藩もその一つでした。下手戸藩は一万石の外様の小藩でありながら歴代藩主が幕府の要職を務める名藩でしたが、元は九州筑後の三池藩であり、6代目の三池藩主が幕府内の政争に敗れて左遷され、下手戸に移ってきた経緯がありました。そして今回新政府軍として攻撃に参加している柳川藩とは近い親戚関係にあたります。下手戸藩の3代目藩主橘種之も幕府の老中閣に昇格しましたが、1月に鳥羽伏見の戦いで幕府方が惨敗した後、すぐに職を辞し下手戸に帰還して謹慎します。同じ血筋で親藩である柳川藩や給料三池陣屋の藩士が新政府に恭順することでまとまると、官軍側につくことで決定し、3月30日、兵を率いて上洛、幕閣としての責任を問われるも、他の旗本などの説得をしていた姿勢を評価され、新政府への恭順が決まります。しかし、藩主留守の間、うるう4月に白石会議が開かれ、奥羽列藩同盟が成立すると、下手戸藩家老の奥山嗣厚は藩を守るために奥羽列藩同盟に加盟せざるを得なくなりました。その地理的な要因から四方を奥藩に囲まれており、加盟しなければいつ攻め込まれてもおかしくない状況だったのです。結局、圧力のまま奥羽列藩同盟に署名しましたが、そのまま戦争に参加することはせず、問題を先延ばしにするしかありませんでした。これが後に仙台藩の怒りを買うことになります。下手戸藩同様、三春藩も本来は新政府軍に恭順したいと考えていましたが、仙台藩からの圧力で同盟軍に属すしかありませんでした。三春藩が下手戸藩と違っていたのは、三春藩が白河城攻防戦、棚倉城攻防戦と同盟軍として参加しており、次は三春城に攻め込まれるという時に降伏し、新政府軍に転じたのでした。7月16日仙台藩は、白河城への攻撃が難しいと判断し、棚倉の奪還に方針を転換し、兵力を棚倉方面へ移しました。その途中、棚倉の北東に位置する朝川で、新政府軍と遭遇しました。ここには北上に備えて土佐藩兵と彦根藩兵が駐屯しており、仙台藩の攻撃により一時的に困難な状況に立たされましたが、最終的には棚倉城からの増援を受けて仙台藩を撃退しました。仙台藩の敗戦の理由には三春藩の寝返りがあり、味方であるはずの三春藩が急に寝返って同盟軍を攻撃してきたと仙台藩の記録には書かれています。しかし、仙台藩以外の記録には離脱したという記録はあっても、寝返ったという記録がなく、他の記録とも矛盾することから、信憑性は高くはないようです。この敗戦と枚方に上陸した新政府軍の存在によって、仙台兵と二本松兵は白河城と棚倉城の攻略を断念し郡山へ退きます。三春藩士の尊王派は談判をするため新政府軍へ向かい、板垣退助と面会します。そこで土佐団錦隊の隊長の未償官一郎は、三春藩士の尊王の志には真の心があると判断して、板垣に基準を許し、三春城攻撃を中止するよう進言します。そして三春藩の尊王派の豪士たちは続々と土佐団錦隊に入隊します。この三春藩士の中には、明治になっても板垣を尊敬し、板垣と共に自由民権運動の双璧と言われた河野弘中がいました。未償官一郎はこのような振る舞いを行ったため、味方陣営から腰抜けと批判されました。そして、7月27日、未償は批判したものを見返すためか、先陣を切って阿武隈川を渡河する中、敵に銃撃され戦死しました。維新を、未償を慕う河野弘中らは未償神社を建立し、弔いました。板垣は三春藩が新政府軍と通じていることを同盟軍に悟られないよう、直前まで三春攻撃の姿勢を崩しませんでした。また、三春藩も同盟軍に援軍を依頼するなど、同盟軍としての立場に疑いを持たれないように装っていました。こういったこともあって、三春藩は同盟側からすれば裏切り者であり、今日まで三春狐に騙されたと罵られ、三春からは嫁をもらうなと言われ続けてきたのです。そして、仙台藩が三春を出陣した隙に藩主貢献の秋田力が、新政府軍の陣に出向き、三春城は無血開城し7月26日正式に列藩同盟を離脱します。そして三春藩に続き、森山藩も降伏しました。三春藩が無抵抗で開城したことによって、二本松城への攻撃が大幅に早まりました。三春藩士は当然地理にも詳しく、道案内の役割も果たしていました。その頃、二本松藩の主力はまだ、仙台藩と共に郡山方面にいましたが、三春藩の降伏は想定外でした。27日新政府軍の本隊は三春で枚方の軍と合流します。額沢と本宮には二本松兵がおり、これを攻撃するため、新政府軍は大垣藩、三春藩、土佐藩、黒羽藩を向かわせました。しかし、それとは別に、薩摩藩と土佐藩が独自に攻撃に向かっており、額沢へ夜襲をかけて勝利を収めました。これを聞いた二本松兵が、額沢方面へ救援に向かい、阿武隈川を船で渡って対岸の高木から額沢へと向かおうとします。その時、本宮に向かっていた新政府軍の黒羽藩と遭遇し戦闘になります。しかし、新政府軍の後続には、額沢攻略に成功した薩摩軍や土佐藩が続いていました。本宮に向かうためには阿武隈川を渡河する必要があり、前述の微笑官一郎が戦死したのはこの時でした。新政府軍も死傷者を出しながらもここで二本松軍を撃破し、本宮へ向かいました。本宮は双方にとって二本松の攻防での重要拠点であり、ここでも激しい戦いとなりましたが、二本松軍は撃破され、新政府軍は本宮攻略を成功させました。森山、三春、白川などの郡山を囲む新政府軍の拠点にも続々と新政府軍の増援部隊が到着します。本宮が占領され、北の二本松城と南の郡山の中間点で分断された形となった同盟軍は、7月28日、郡山から本宮奪還のための兵を送ります。本宮が阿武隈川に接していたため、残りの三方から攻撃する作戦でした。しかし、逆に分割された部隊はそれぞれが個別に撃破され、多数の戦死者を出し本宮奪還は失敗に終わり、縄代田と玉井倉に退却しました。この本宮の戦いで、新政府軍は死傷者26名、旧幕府軍は仙台藩が51名、二本松藩で93名の戦死者でした。本宮を奪取した新政府軍は二本松城を奪取するため、2方向から進軍することを決めます。しかし、本宮の後方、郡山には仙台藩や二本松藩兵がおり、二本松城と郡山で攻撃される可能性もあったため、本宮に忍藩、大垣藩らに180名を残し、郡山に備えさせました。また、郡山の南にある森山城に柳川藩と大村藩の合計440名を置き、いざという時にはいつでも攻撃できる体制を取りました。一方、二本松では、ここで師匠として真偽を守ることこそが生きる道だ、と不利を覚悟で徹底抗戦する覚悟を決めていました。そして病を患いながらも城にとどまろうとする、藩主、丹波長国を籠に乗せ、水原に退去させます。二本松藩は軍師、小川平助の指揮で、城の南にある、切り立った崖の上にある天子平に陣地を構え、防御に当たりました。そして二本松城周辺では丘陵と阿武隈川という天然の地形で守られた山城であったため、これを利用し、丘陵の上に二本松12小隊、後方に仙台藩と会津藩が守備に当たりました。しかし、防衛線を守るために絶対的に兵力が足りない二本松藩は、老年兵に加え、12歳から17歳の62名の少年を徴兵して防御に当たりました。中でも天子平の対面の丘陵に位置する横断淵には25名の少年兵が送られました。この時に本松では約2000名の総兵力兵のうち、約半数は郡山から白川方面の各地に点在しており、三春藩森山藩の新政府基準により帰路を遮断され、二本松城に戻りたくても戻れない状況でしたが、侵攻前日の28日になり、ようやく棚倉、森山、三春、小野新町等の各地で転戦してきた主力部隊の一部が帰還しました。その中には小野新町から帰還し、戦後、横断口の二勇士、言われた青山助之丞と山岡英二の名前がありました。29日早朝、新政府軍は板垣本隊が南側から進軍し、二本松軍は天子平と横断口に築いた陣地でこれを食い止めます。ここは、後に薩摩藩の部隊長だったの津道連が、戊辰戦争で一番の激戦だったと評した二本松の戦いの中でも最も激戦の地となりました。木村重太郎を隊長とする二本松少年隊も奮戦しましたが、木村重太郎が銃撃を受け、自ら退却の合図を出します。そして少年兵が陣地に戻った頃には、木村隊長の解釈が終わっていたといいます。その頃別動隊が阿武隈川を渡って、城の東側から攻撃を開始し、城下になだれ込みます。そして、天子平では軍師の小川平助が戦死し、守備隊もついに壊滅し、城内に敗走しました。四方を新政府軍に包囲された日本松藩は残った7名の家老のすべてが自陣し、ついに降伏しました。しかし、城内と城外が新政府軍によって隔てられていたこともあり、少年隊にはこの情報が届かず、少年隊は最前線で戦闘を継続します。隊長と副隊長が相次いで戦死し、指揮する者がいない中、少年隊は戦場に取り残されました。これを援護しようと2人で薩摩兵に突撃をしたのが、青山助之丞と山岡英二でした。彼らは横断の丘の下の街道の傍らにある巨石近くの茶屋に隠れ、薩摩兵の隊列を抜刀襲撃し、9人ほどを倒した後、銃撃されたといいます。日本松藩の死者は218名に及び、その中に13歳から17歳までの少年兵18名が含まれていました。一方、岩木平城陥落の後、北上する枚方の新政府軍と広野や浪江で応戦していた相馬中村藩も日本松城の陥落を受けてついに降伏します。8月2日仙台藩は中村藩に藩主を仙台領に避難させるように説得します。しかし、中村藩はそれが仙台藩への人質であることをよく理解しており、城を守って倒れることが武士の本懐である、として徹底抗戦を約束しこれを断ります。しかしその後8月4日、新政府軍に降伏の使者を送りました。日本松城を拠点とした新政府軍では、8月中頃、白河周辺に布陣していた、彦根、岡山、忍と柳川の各藩が日本松へ転陣してきました。そして8月14日仙台藩兵が農家から略奪を行うのを防ぐために、岡山、大村、柳川藩兵に対し福島駐留が命じられました。8月16日、前述した柳川藩の審判である下手富池藩の陣屋が、一向に動きを見せないため、仙台藩の怒りを買い、仙台藩兵300人から襲撃を受けたという報告を受け、柳川藩兵が救援に向かいます。この襲撃には間に合わず、翌17日下手戸藩陣屋に軍を差し向けましたが、すでに仙台藩はおらず、仙台藩兵は領内の村々と陣屋に侵入して放火、領内で略奪を行って帰ったとのことでした。しかし、月立で200名ほどの仙台藩がおり、柳川藩がこれを襲撃し撃退します。さらに、翌18日朝から仙台藩兵が兵を集結して川俣を襲撃しましたが、新政府軍が駐留していることを知ると戦わずして退散しました。下手戸藩の話は大浦藩同盟の状況を端的に示すものでした。このように特に仙台藩からの圧力は凄まじく、これを恐れた商藩が大浦藩同盟に従ったというのが実情のようです。しかし、この頃になると、味方は新政府軍に下り、仙台藩自身が新政府軍を恐れ士気が下がっており、もはや列藩同盟は事実上崩壊しており、会津藩は孤立していくことになります。